定してないやつ。一緒に作ったワークショップ、そして3つ目が、フレッド・フリス、久々に来日しました、オルタナティブ音楽界のもう神です。フレッド・フリスがいろんな人たちとワークショップしました。僕も一メンバーとしてワークショップ生徒として入っております。そして、4つ目が石井真嗣&原田一子フロムクランボンのセットで、これも子供や大人たちと一緒に、ワークショップをやって作り上げました。ここにも私がギターで入ってますけども、という以上4つのセットです。でそれ以外にも会場の奥の方で竹を作るワークショップをやってたり、あと今日この敷かれてる大風呂敷がですね、プロジェクト福島という人たちが作った大風呂敷なので、そのプロジェクト福島ブースも後ろの方にあります。食べ物とかもいっぱいあるので食べたり飲んだりしながらその辺のブースも覗きつつ、一日くつろいでてくれればと思います。8時くらいまでやってます。写真全然ウェルカム、それから映像を撮ってアップするのもウェルカムです。ガンガンアップしてガンガン煽ってください。ということでよろしくお願いします。では一発目は吉垣康弘&オルケスタナッチナッチです。マイクを渡します。